アルブレズル機械仕掛けの妖精たちからは山口優による日本のライトノベルおよび漫画アニメ映画作品2011年の第7回ボックスや新人賞受賞作品で最速でアニメカニがコンセプトの第一弾アルブレズルアニメプロジェクトとして文化庁若手アニメーター育成プロジェクトアニメ未来2013の参加作品電子書籍 ボックスエアー6号から13号まで小説を掲載。ウェブ漫画がニコニコ製画で少年シリウスプロデュースで2012年12月26日から配信開始され2013年3月1日に第8話最終話を配信。2013年3月にはアニメ映画が公開。西暦2022年。神経細胞を模した極微細無線通信装置。 ナーブセラーリンカー、ナノマシンが完成。これにより、意識とネットワークをシームレスにリンクさせることを可能にした。しかし、人と機械の垣根を崩すその技術は、数万もの人の意識をネットワークの彼方へと喪失させる最悪、アーリー・ラプチャーを引き起こすことになる。講段社ボックスより、2013年2月1日に、通常版、発売。 2013年4月1日に限定版発売著者山口優絵、彩り獣特別版ではアナザーストーリーも掲載ニコニコ星画内のコンテンツニコニコ漫画において2012年12月26日から2013年3月1日まで配信された月刊少年シリウスのメディアミックス作品の掲載を取っているため単行本は シリウス KC のレーベルより刊行されている。アニメ未来2013参加劇場作品として、リュウ、リョウマイナス、リトルウィッチアカデミア、デスビリヤードと共に2013年3月2日公開。2013年4月1日発売の小説特別版に DVD が同梱。2013年2月25日にはニコニコ生放送で先行放映。 2013年2月26日より、スタヤでアニメ未来のプロモーション DVD が無料レンタルされた。ありがとうございます。